実は太郎君はその後、定年退職をした後にとある看護部長は、訪問看護ステーションを作ったんですね。そこで太郎君は新人の訪問看護師さんとして働くことにしましたので、本日はその触りをほんのあとちょっとだけさせていただきます。さて、太郎君は6ヶ月経って初めての訪問に行くところでした。太郎君、いい？じゃあ今日から一人前、いい、頑張ってね。何かあったら必ずスマホで電話、いい？お知らせしてよ。そしたら私がすぐに答えるからね。分かってますよ、豊さん。じゃあ行ってきます。今日はみのりさんの家が一番最初だったな。そういえばみのりさんの家に今日はブラキャロさんが来るって言ってたよな。みのりさんの家の玄関前で自転車を止めた太郎くん。ちょっと兄さん、やめてよ。何するのよ。何言ってんだよ、うるせえな。おう、親父に牛乳飲ませろよ。中でなんか騒いでる声がします。うん、困ったな。でもしょうがないや、行こう。こんにちは、とある訪問看護ステーションの太郎です。お邪魔します。兄さん、やめてって言ってるでしょ。もうやめてよ。うるせえな、さくら。こんにちは、お取り込み中ですけれども失礼させていただきます。あ、すいません、お返事がなかったんで入っちゃいました。とある訪問看護ステーションの太郎です。あら、太郎くん、恥ずかしいわ。ごめんなさいね。いやなくって、さっさこっちに入って。はい、こんにちは。あ、トラジロさんですか。こんにちは、僕とある訪問看護ステーションの太郎です。よろしくお願いします。ああ、よろしくな。では点滴を取り替えさせていただきます。バイタルも測らせていただきます。あ、いいですね。バイタルもちょうどいいです。では、おい、俺んちの親父によ、これっぽっちか、これっぽっちしかやんないのか。あ、はあ、あ、でもこれが医師氏の指示ですから。なんだよ、まったく。さっきはさくらが親父に牛乳飲ませるって言ったらやめろって言うし、訪問看護師でしょ。ああ、何言ってんだ。こんなちっぽけな、こんな少ししか飲ますやらせないで。分かってるよ、俺だって知ってるよ。飲み食いするの借りはこれなんだろ。だったらもっとやれよ。こんなもんペロンペロンのもの一個で親父が干からびちゃうよ。見てみろよ、スルメみたいになってんじゃないか。兄さん、やめてよ。ちゃんと聞こえてるんだから。え、どうにかしてくれよ。もっとたんまりやってくれよ。金がねえからやれねえんだろうか。そうじゃないんです。あんまりいっぱい入れすぎますと無肺に水がたまります。ですからこれぐらいがちょうどいいんですよ。はあ、そんなもんかね。ごめんなさいね、太郎くん。兄さん、本当にもう全然わかんないことばっかり言っちゃって。この前の病院で病状説明があって言って来なかったくせに、訪問診療の先生だってちゃんと話してくれたのにちっとも聞いてなくって、それでこんな時になったらもう点滴の量が足りないだの、牛乳飲ませるだの、ひどいことばっかり。何言ってんだよ。牛乳は親父が好きだったんだよ。知ってんだろ。知ってるわよ、私だって。だったら飲ませろよ。なんで飲ませねえんだよ。病院で飲ませねえのはしょうがないけど、さくらの家に連れてったら俺は牛乳飲ませやれと思ったんだよ。親父は牛乳が大好きだったんだよ。牛乳飲んでラジオ体操をやって、それで90までピンピンしてたんだ。分かってんだろ。分かってるわよ。だけどもダメなんだって。なんでだよ。なんでってもう何回も言ったじゃない。なここが詰まっちゃうのよ。これ肺炎になっちゃうの。だからダメなの。何言ってやがんだい親父、さくらがあんなこと言ってるからってよ、いいか、遠慮することはねえぞ。はっきり物言え、娘にはっきり物言え。言え、言わないとやれちまうぞ。あ、虐待なんかされてねえか親父、大丈夫か。何さ、ひどいじゃないのよ。私のうちに連れてきて、私が一生懸命見てるっていうのに虐待してるかもしれないなんて、こんなこと言うなんてひどいよ。何言ってんだよ。好きな親父の牛乳飲ませないって言ったら、それが虐待の何でもな、虐待だろに。すいません。お兄ちゃん、なんだ。必ず飲めないってわけじゃない。
んですよ。おお、いいこと言ってくれるじゃねえか。じゃあ飲ましてやってくれ。はい、あのまずですね、訪問診療が明日ありますので、明日訪問診療の先生に水飲みテストをしてもらいます。その水飲みテストが合格をしましたら、その後で牛乳が飲めます。明日親父は今飲みてって言ってんだよ。今だよ。はあ、今ですか。困ったな。今飲めないのかよ。いや、絶対ダメってわけじゃないんです。じゃあちょっとあの聞いてみますね。兄ちゃん何やってんだ。いや、だからあのトワルさんのところに電話し、メールして、それであの聞こうかなって思って、と太郎くんがタブレットをいじってる間に、そこにあった牛乳をミノルさん飲み始めました。太郎くん、青を取り出して写真撮らなくちゃ、動画だ。ミノルさん合格ですよ。水飲みテストじゃなくて牛乳飲みテストだけど合格です。よかったよ太郎くん、牛乳飲みテストにしてもらって本当によかった。いやいや、僕がしたわけじゃないんです。ミノルさんが勝手にしちゃっただけです。ちょっと疲れたけどよ。ああ、牛乳はうめえな。ああ、牛乳はうめえ。父さん、牛乳飲めてよかったわね。あ、そうだわ。牛乳が飲めたら次やることがあったんだわ。さくらさん、台所に行きますと、飯盒を持ってきまして。父さん、牛乳が飲めたら次これよね。ほら。父さんの飯盒。ああ、俺が持ってきてやった、あの飯盒か。蓋を開けますと、中には真っ白い砂糖がいっぱい。ミノルさん、ミノルさんは戦争に行って72年外地で食糧隊長だった上司が、逃げろ逃げろ、俺はもうダメだ、お前がこの飯盒を持っていけ、これ持ってけと言って逃がしてくれた。その飯盒、飯盒の中には砂糖がいっぱい入っていました。逃げて逃げて逃げまくり、ようやく終戦後帰ってきたミノルさん。隊長からもらった飯盒の中にはいつでも砂糖を入れて、あれから70年、一時も戦争のことを忘れたことはありません。戦地で亡くなった戦友たちを忘れたことはありませんでした。これまで生きてきて好きなものが食べれた、食べることは生きることだ、生きることは食べることだ、最後まで食べたい、その望みを一緒になって支えるのが訪問看護師の仕事です。太郎くんはトワルさんに言われたその言葉を思い出しながら、よし頑張るぞ、まだ一人前じゃないけど、ミノルさんに教えてもらったこと、最後まで食べること、食べることは生きること、生きることは食べること、忘れないで僕は訪問看護師を続けるぞと心でつぶやいていた太郎くんでした。さて、太郎くんのお話はまだまだ続き、楽しいお話が
これにて新人訪問看護師太郎くん最後まで食べるみのるくん、みのるさんは頑張るぞの巻を終わりにさせていただきます。